すごいな、これは。大したことねえよ。相手の炎を利用して熱を音に、音を霊気に。第二世代でも得意分野はそれぞれだが、これは未見たことがない。ひなわ中隊長の超精密な炎コントロールも真似できねえよ。第二世代もなかなかにやべえ能力してるな。自ら発火することはできないが、相手が第三世代なら相手の炎を利用して戦える。だからこそ対第三世代戦は相手に炎を出させるため、自分の世代を隠し油断させるのが我々の戦術だ。